いらっしゃいませ。ビーンズバーへようこそ。本日もご来店ありがとうございます。ビーンズバーは金曜日の夜8時30分にオープン。おばちゃんのおばちゃんによる笑いあふれる30分、本日もお楽しみください。めしべの言霊歌、新川和江。初めての子を持ったとき、女の唇から独り手に漏れ出す歌は、この世で一番優しい歌だ。それは遠くで荒れて逆立っている海のたてがみをも穏やかになだめてしまう。星々をうなずかせ、旅人を振り返らせ、風にも忘れられた寂しい谷間の痩せたリンゴの木の枝にも赤い火を灯す。おお、そうでなくてなんで子供が育つだろう。この痛いけな無防備なものが。今日はですね、はい、まあ、もうすぐお孫ちゃんがお生まれになるという、それでえりすぐってこの歌を、この詩を読みました。で、まあ、今日のめしべの言霊、無防備無防備ですね。やはり年を取ってきたら、女性は無防備じゃなくなるでしょ、無防備な人もいますよたまにはいますよ。でもたまには1ヶ月に1回ぐらいは無防備でもよろしいのではないでしょうか なるほど。いやいや、最初聞き始めた時に、あ、もしかしたらそれかなと思って。そうでしょ、思います。おめでたいからね。おめでたいからね、そう、そろそろね、この放送の時もしかしたら、そうよね、ちょうどその時期、ちょうどね、大潮、ね、なんですよ。で、2日が予定日だから、多分来るんじゃないかなと思ってるんですけどね。いよいよ病院でこビーンズバー聞いてもらってよ、イヤホンがなんかつけて。めんどくせえって。ねえ、めんどくせえってこんなんもう笑ってばっかり聞きたくない感じになるかもしれない。私は忙しいんだやろ。ね、なんかお産の時覚えてます？覚えてる？何をいやいやいや、なんそのこうお産の状況、一部始終なんか。いや、覚えとう、ね、大変やったけん覚えとう。あ、大変やった、大変やった。私、なんていうの、むっちりしてるけどお尻が小さいんですよ今ここで言うのもあれですけど、だから骨盤がね、そう、はいはいはい、なかなか開かなくて、あらめちゃめちゃキス、もう死ぬかと思った。本当に何十時間でかかった。そう、あら、本当に大変やった。最後はほら、造影剤じゃなくて増進剤、あれ点滴を、もううちの旦那がお医者様にお願いして、もう本人へたばってるから。ご主人さんが言ってくれたんですか？そう、だってお医者様ってあんまりついてないじゃん、夜中とかいないでしょ、産気づいてからしか来ないじゃないですか。で、看護婦さんも忙しいでしょ、ほら、何人も産気づいてる人いるから。だから私ももうなんかもうこれ土下になるとみたいな感じでヨタヨタしてたら、そうやってお医者様に頼んでくれて、で、売ったらやっぱりすぐ、あれってそのなんかちょっと危険ではあるって言われてたんよね、あれで亡くなったりすること、ない方がいいっていうのはね。だから本当はあんまりね、そういうことをしたらあれだけど、もうこの母体がね、弱ってるからって言って、ちょっと売ったらバッて開いて、バッて埋めた。僕らはどうでした？私、超安産、いやー、大変で
でした。大変でした。うん、ねえ、うん、お尻がちっちゃかった。うん、結構何段だった？多分ね、30何時間かかりました。破水してから。すごいね。一、うん、人子だよね。そう、一人で、とりあえず開いて、あ、行くかなと思ったら、今度一緒開いたり閉じたり。そう、もう本当にだけ。もう、あの促進剤本当打ちました。あ、ね、うん、打ってもらって、うんうん、それからですよ。もうね、大変でしたね。ママは覚えてます。今なんか遠い目を、遠い目をしてる。予定日よりだいぶ遅かった、ね、ああ、うん、2人とも1週間ぐらい遅かったんじゃない。そうだったんだ。まあ普通に、まあ普通、うん、ですね。私もそうよね。上の子はね、なんか立ち会うとか言って張り切ってたんだけど、朝方産気づいて連れてってもらって、うんうん、いやー、これまだまだしばらく出てこないですよって、普通 10時間とか 何時間ってかかりますからねって言われて、うんうん、じゃあお父さん仕事に行ってくださいねって言われて、うん、一旦仕事に行ったんですよ、うんうんうん、だ昼には生まれてたからなんで呼んでくれないんだとか言ってね、なんかしばらく旦那怒ってたけど、でも、いや、立ち会えんでよかったかもしれんとか言ってた。でも2人目じゃ立ち会うって言ったら、いや、あら、俺はいいとか言ってましたけどね。なんか立ち会いとか私たちの時なかった、あんまり。だけどママのとこすごくない？あるんだと、うん、私はびっくりした、ね、うん、何が？だって立ち会うのって、うん、うちも立ち会ったし、もうなんかそういう、ちょっとブームにはなってた、ね、そうそうそう、ちょっと立ち会うのが始まった頃じゃん。そう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 、じゃあへそのを切ってもらった？あ、そんなことはしないよ。そんなことはしない。そんな今はそういうことするんだ。うちは写真を撮って、うん、カメラマンなので、うん、で自分でモノクロを焼いてたので、うん、ただそのあのすごいのは撮らないでくださいとお医者様に言われてたんですよ。う、ね、うん、もうなんか、はいはいはい、ちょっとグロいのはね、うんうんうん、だから、うん、このなんていうの、こっち側から撮ったり、その取り上げた赤ちゃんを撮ったり、すごいね、いい思い出ですね。そうか、それぞれみんなね、でも私あの子守歌は覚えてるよ、その今日の詩に関連してたけど、うん、歌をね、歌ってたのは、うん、何歌ってた？うちはね、だから、うん、なんだっけ、あ、さっきここまで来た忘れた。え、聞いただけ歌わせる。赤い屋根の家っていう歌があって、知らないでしょみんな、電車の窓から見える赤い屋根は小さい頃それ子守歌？なんとかの、そういうなんかフォークソングかな。いやいやいや、ちっちゃいね、童謡かなんかじゃない、ちっちゃい赤い屋根、赤い屋根の家っていう歌なんだけど、それとあとはあの寝どうしてっていう、ドリカム？嘘。でもうちのもユーミンやったな。ユーミンの何の曲？このどっちだろう。なんか下も春よ恋なのか、どうしてどうしてなのか。それすごいね。そうなんだ。子守歌にそういうの歌うわけ？いや歌う。歌うっていうか、駆け寄ったんかいな、まあ、そうそう、はあはあ、そしたら寝てた。覚えとると、子供覚えてるよね。そしたら寝てた。そう、うん、だからうちの子帰ってきたら、その、うん、ラブラブラブはほらよく聞くからどうってことないんだけど、うん、赤い屋根の家ってほぼどこでも聞かないから、うん、そう歌ってくれてたから歌ってって言ったりしますよ、ね、そうなんだ、ね、なんかいいね、うん、いいね、子供も覚えてるっていうのもいいね、うん、一人でにね、女の唇から漏れ出す歌はあった、本当に漏れ出すね、漏れ出してたね、本当ですね、まあ
新しいね命が生まれてくるのもね、うん、そうよ、うん、素晴らしい、なんか孫ができると、うん、なんか自分たちの血がこう流れていくんだろう、うん、なんかね、そうそうそう、うん、っていうのをなんか改めて感じるらしいですね、うん、へー、うん、なんか生きててよかったと思うもん、あ、本当に？そう、なんか素晴らしいよ、孫の存在で思うようになった、うん、っていうか死なれんなって思うね、本当、もうほら子供がこう大きくなって手を離れたら、うん、まあいつにでもいいかなってちょっと思うんだけど、うんうん、孫が生まれると、うん、あ、この子の私も母とかから、うん、ほら娘たちが大きくなるまでほら働いてたからいろいろ面倒見てもらったことがあるからね、うん、この子たちの孫の面倒を見てやらないとっていう気持ちにはなりますよね、だからもうせめて小学校を卒業するまでは生きよう生きよう、多分生きるでしょうけどね、もうだいぶ大きくなったやん、うん、ね、あ、そうね、もう 2歳かまだ、もうちょいで2歳、もうすぐ6月で2歳、そう、成長して、おしゃべりしだすとね、また余計に可愛くなるもんね、やっぱそうなんや、またね、楽しみをもらえるわけですね、そうそう、なんかおっぱいあげたくなるもん、おっぱい戻ってくる、母性が戻ってくる、ほんと、うわぁ、どうしよう黙ってない、男の子のお母さん絶対しちゃダメだからね、そんなに梅さんから殺されますよ、そうやね、そうや、やめてくださいみたいな、もう叫ばれるかもしれない、ね、その分女の子いいよね、女の子のお母さんは ね、うん、それでも嫌かもしれないけどそうそうそう、なんか飲ましてたら出るらしいもんね、あーやっぱりね、うんうん、飲ませてたら本当にそれだから 猫かなんかがさ、しょっぱいかどうかわかんないよ、でも違うものが出てるかもしれない、やめよやめよ、この違う怖くなってきた、想像したら怖くなってきた、はい、皆さんこんばんは、今日もなんか最初から飛ばしてしまいましたが、本日もビーズバーをお聞きいただきありがとうございます。さあ今日のスタッフはキャサリンママヨン、メッセベイヨン、待って、オクラヨン、続けてキムチヨン、もうママのさじ加減次第でそうよね、今日めっちゃ色っぽかったね、うん、最初がね、何が最初、うん、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、じゃあそのトーンで言ったよで、まあ節分も終わりましてね、もうとうとう春が本格的にやってまいりましたっていうことで、まあ、私も役年が、そんな後役でございましてね、お猿さんもやっと取りに行きましたし、猿面も取りに行きましたし、すごいね、すごい、お祓いはねしなかったけどね、猿面を森にもらってっていう、あそこですよね、全然厄払いとかしなかったじゃあつきまくり風の時代だから飛んでくるいやそれは何年か前ですよ、土の時代の話そうだね、そう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 、ね、でなんか今年節分が2月の4日そうなの、いつか2位に、あのね、うん、何百年に1回そうなるらしいんですよ、うん、巡り合わせで、なんかいつも3日でしょ、うんうん、2月の3日が節分なのに、今年はなんかそれが違いますっていうのがね、あってましたけれども、皆さん巻き寿司こうやって食べたりするんですか、恵方巻きは巻き寿司は食べるけど、うん、方角はもう向かない、向かないそう、せっかくさただ準備したんでしょ、でも、もう切って食べる、だって、うん、あんな大きいのかぶりついたら刺し歯が取れるからあれやっぱり方角どっち向けば、何も言わんね、なんか、うん、今年いやなんか買い取ったよ、やっぱちょっとね、書いてあるけどなんか大々的に言わなくなったでしょ、巻き寿司の宣伝ばっかりでね、うん何年か前は ね多分フードロスの問題になって、ね、今年コロナもあるし、いろいろ
あんまり大々的にやらなくなったんじゃないのかね。細い巻物作って食べるようにしてる、うんうん、そうそう、それでそれもう食べるんならね、うんうん、なんとなくあんな太いの黙って全部食べるなんてまずね、うん、そうね、食べ過ぎ、うん、誰が持ってきたんかね、これも何年か前からですよ、ね、そうね、大阪しかしてなかったって言ってたね、うん、なんか全国にね、うん、やってきましたけれど、まあまあ、あったかくなればいいことがあるかなと思って、みんな頑張って過ごしてほしいと思いますけれども、うんうん、そうね、なんかもうこうなるとなんか自分になんかこうルールを課してることとかある、よくあのセブンルールっていう番組があるじゃないですか、はい、私はもうこうしておきたいとかこうしてますとか、まあおばちゃんたちのルールみたいなものを今日ちょっと聞いてみようかなと。セブンルールって番組が あるの、セブンルールってなんだろうと思って、あ、そうなんだ、番組がある、そこから番組がある、うん、そうそう、まあ7つもなくても私はこうしてるとかいうようなものを、まあみんな7つずつ言うと多分何時間もかかるなんかちょっと分けて、何回も分けて話をねしていけたらいいかなと思います。まあそれぞれね聞いてる皆さんも自分はこれに、まあ、こだわるというかこうしてる、このためにこうしてるとかいうようなことが多分一つや二つあるんじゃないかなと思うんですよね。めしべちママどうですか。私ね、うん、なんかこう自分に課すこう規則とか思った時は何もないと思ったんですけど、うんうん、大事にしてることとかそう思ったら、それでもいいんですよ。どん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 出てきて、出てきすぎて、もうバーって言いますよ、うん、足る時間足る、バーって足る足る、大丈夫大丈夫、あのね、うん、一番お嫁さんとは仲良くするなるほど、そう笑うそこ、二番、はい、姉とは仲良くする3番職場の人とは仲良くするちょっと出てくるやろ、中間めっちゃ出てくるってちょっと待って笑えるんや、4番息子たちとは信頼関係でつながるここだけちょっと違うね、仲良くするじゃない、仲良くするバージョンじゃない、そしてちょっと次僕ら聞いて、うん、ダイエットはしないダイエットはしない、うん、次もう僕ら聞いて、うん、美容にお金はかけないで最後もう7番目よ、早いやろ、うん、笑って生きる、ああ。なんかねシャッて出てきた、そんなに出てくるとみたいに LINE した私が、ダイエットはしない、美容にお金をかけないっていうのはなんで、あ、それは独身の時にダイエットいくつかして、うん、失敗したっていうか、なんかお金はかかるけど、うん、具合悪くなったりとか、うん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 、なんか結局そのなんていうの、ダイエットやめた後リバウンドしたりとかするでしょ、ね、そしたらなんか意味がないなと思って、結婚してから全然やってない、うん、若い頃の失敗があったからこそ、特にこんな年取ったらもう絶対具合悪くなると思うもん、ダイエットとか、まあ、する意味もないけどね、病気したらすぐ痩せるから人間とかね、悩みとかできたらすぐ痩せるね、そう、まあ、ご飯が食べれんことになるっていうことでしょ、やっぱご飯が食べれなくなりますよ、そう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 、知らない間に減ってるよね、そのことをこう考えてしまったら完食しなかったりとかになるもんね、はあ、僕らはまだそんなないわけ、悩みがない悩みか、まあありますよあるけど、そんなものが食べれんことになるっていうことはないですね本当にそれはあんまり悩んでないのかもいや逆にさ、ストレスで食べる人もいるからね、うん、あそう、忘れようとしてストレス太りか、ね、そっちじゃないって、たまに食べる方に行く人もいるね、食べれない人もいるけど、もう過食、うん、食べれんよね、で食べたくなる、なんか今つぶやいて食べれるようになりたいなって言ってた、
美容にお金もかけると、うん、かけないかけない、うん、かけるお金もまあねあるよね。そうそうそう、なんかね、うん、そのなんていうの、見た目綺麗にしても中身が汚かったらとか、精神的に自分がほら幸福感を感じなかったら生きてても、まあね、と思うようになった。だんだん諦めたんじゃないの、やっぱ なんていうの、頑張ってもこう年を取ったら老いていくわけやん、うん、そしたらさ、もうそのなんか綺麗にするのがなんていうの、うん、無駄な努力みたいになってこない？もうこれぐらいの年齢になったらそうかもね。あの誰に見せるためにするわけじゃないやん、まあ、自分の自己満足のためにしてるっていうところもあるね、一生懸命やってる人はね。あの私たちぐらいになったらの話、うん、まだあの裏は、うん、まだ見てくれる人がいるからね。50過ぎたら見てくれる人いなくなる、ね、うん、やっぱ若い人は見られるじゃん、いろんな ね、そう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 、人に見られる機会が多いっていうか、うん、ね、うん、だけどもうほら例えば20代30代の人がここにいて、うん、私たちがいても、うん、まあ男の人がっていうわけじゃないけど、その人ってやっぱり若い人を見てるわけよね。そう多分、そうそうそう多分ね、うんうんうん、まあ熟女好きの人は分からないけど年の人が好きかもしれんけど、うんうんうん、でも大体若い人、うん、だから街とか歩いてて、ね、旦那さんとか例えば男の人がちらっと見てるのはやっぱ若い女の人であって、うん、ばあさん見てないじゃないですか、うん、そうそうそうっていうことはもう見られる対象じゃないわけよ、ね、そうそうそう。でたまに60代とか70代でもすごいこうね綺麗にしてたりするけど、それは素敵だなと思ってみんなが見るわけじゃなく、ちょっと大丈夫みたいに、あ気色悪いみたいな状態でしかあんまり見てくれない、あ見てくれないっていうよりも頑張ってもその流れにしかならない。まあ、綺麗な草笛光子さんみたいな人はいいかもしれんけどね。でも近くで見たら分かんないよ、やっぱり90近くになったらね。でもまあ普通に生活している人がああはならないよね、うん、そうね、まあ、そうね、それは芸能界に来てる人だからそう見れるだけであって、美容にお金かけてるよね。普通の人が80いくつの人が、あんな人はいないもんね。いたら身近にいたらおっと思うよね、いないもん周りに。まあまあそれはあるね。だけどもうなんか自分でこうしようと思ってる人はこの年代になったら自分は鏡を見てうわっと思って、うんうんうん、あのもうちょっと綺麗になんかしようとかシミ取りしようとかいろいろ思ったりするような人はいるかもっていうことですよね。まあそれはもう、まあね、今もうマスクの時代だから ね今はね、化粧どこするっていう話に目元ぐらいしかないね、眉毛を揃えるとかね、まあ汚くはなりたくないからさ、年取ってもさ、やっぱりちょっと実年齢よりちょっと若く見られたいよね。まあそれはあるね、みんなね、そうだね、ばあさんになっておばあさんになっていい、まあ80ぐらいになったらもうおばあさんでいいけどね、そこぐらいまではやっぱ60から70ぐらいの間はみんなこういろいろこうあがくかもしれない ね、そういう意味ではね。まあそうか、そんな感じ、仲良くするっていうのがなんかそれずっと続きました続いた続いた、まあそれが基本中の基本笑って生きるためにはね。そうそう、ね、あ、ビンズバーのメンバーと仲良くするが入ってなかった、うん、なんかその取ってつけたよ取ってつけたまあ人と仲良くするっていうことや、周りの人と。でもね、そのなんていうかな、やっぱりあこの人ちょっと理解できない、仲良くしたくない人もいるよね。いるよ、まあまあ、いるからそれは折れない。そこまで万人と仲良くしようとは思ってない。それはルールに、私のルールには入れないよ。でも、うん、私があ素敵だなとか、うん、いいなとか、うん、仲良くしたいなと思う人に、うん、にはもう一生懸命仲良くしたいと思う。うーん、なんかもうね、嫌だなと思う人とは関わらなくなった。もう、うん、
いいのかなっていうぐらい関わらないなんかこうお世辞で会話をしようとも思わなくなった。いけないのかなこれ。いやもういいんじゃないですかどうでもいやいや違う違ういや多分そこぐらいの年齢になったらもうわざわざ気使わんでいいじゃないかなっていうのはそうよね。もう、うん、なんかしてる職場ではでも60代でどう社交辞令とかで誰にも会わないからじ自粛中幸せですねじゃあステイホームでもなんかもともとそんな好き嫌いないよね。ないね、うん、だって劇団とかのさ、うんうんうん、いるじゃん何人も誰とも喧嘩したことないから私、うんうん、それは一生懸命仲良くしようっていうわけじゃなくもう自分の基礎からそうなのみんなと仲良くするっていうのは我慢しないだけど怒らない。あの意見は言う他人に言うことは言いますよ。アンガーマネージメントができてる私も怒らないかな。怒らあまあルールとして怒るよ怒るけど、うんうん、怒らないようにして、うん、感情に任せてかってはならない、うん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 、それはアンガーマネージメントもね、うん、できてるんですよ ね、うん、多分ね。なんかこうすぐ忘れるでしょ私今はそうかもしれない。じゃあ怒りも忘れる。痛みはねあまり感じない。痛みじゃない怒り、うん、怒り感は感じますけど、うん、感じるは感じます。感じるけど忘れるね。忘れるね、うん、一晩寝りゃもう完全に忘れるよ。すごいな。ムカつくとかは思いますよ、うんうんうん、思うよそれは、うんうん、それを思うけど忘れる。へえ、ね、それ口に出さんってことなんでしょ。ムカつくっていうこと、ね、でもさ私がすごい意地悪したとしたらさ、うんうん、次に会う時に私に対してどう。もうない。こいつこの間意地悪言ったなっていうのない。なんでかなとは思う。あやっぱ考えるよね、うん、いや考えて寝られんっていうこともない。あ自分が間違ったことしてたらあそれで怒ったんやねっていうのは分かるじゃん、うん、例えば、うん、あやっちまったっていうのが分かるから、うんうんうん、それは話せばいいかもしれんけど、でもなんかなんで怒っとうか分からんやったら聞く。ああ本人に、うん、うんうんうん、なんでそんな怒っとうととか言うのはもう聞く、うんうん、だけどなんでそんなしてるのっていうのは私は必ず聞きたい方なんよね、うん、もしそういう態度を取られたら、うんうん、だって憶測でしかないわけ、ね、うんうん、そこでうじうじ悩んだってどうしようもないけん、それで変えられるんやったら変えるし、うん、あそうなんだでも私はこうなんだよっていうのを言えば、うん、まあ、その人と話せば分かることやけん、うん、だからなんかいろんなことで、うん、あ不平不満を言わないっていうのは私のルールの中にあって、思うんだけど言わないっていうのはある、うん、思ってる。それよりも自分はもう割り切ってこっちのことをやっとけば別にいいやとか思ったりするから、うん、それ家族の中でも不平不満って言わないの？言わない。へえ。あんまり言わないよ。まあ旦那には旦那には特に言わない。じゃあうぐぐぐちなっとっても、うんうん、我慢強いんです。息子にも怒らなかったの？いや怒りよったよ。布団叩きで叩きよったしね。悪いことした時は痛かったろ。やらしい、うんうん、手で叩いたらなんか感情がね手に入るからって言って、だけ物でもそこから伝わっとっちゃないとねいやだけ後悔するやない。怒る方もねものすごく後悔するんよらしいよ。そうなんや。そう逃げ回ってる姿。逃げ寄ったと逃げるくさ痛いっけそれはさあの、うん、怒りじゃないよね。叱り要件さ、うんうん、だって自分がさ悪自分が
頭がに来るから怒ってるわけじゃないや、うん、なんかをやって、うん、これいかんやんっていうのを何回もするから怒るわけやんけさ、うん、もう次はこれやけんねって言ったらみんなヒーって逃げてましたけどね。でも子育てしてるときは必死よ。そう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 、男の子は特にね、なんかね、男の子はもう違う生き物やけん。そうそう、女ならまだ女ならまだほら女だから、ああ自分だからあれやけど、男の子なんで、まあ上の子はそうでもなかった、お利口さんだったから、あらあらあら、下の子はもう本当にわからんわからん、先に言われた方がおとなしい、先に言われた方がおとなしいもんね。いや長男の方が、まあ、人にはよる、人によると人によるらしいよ、うん、本当にね、あ、そういう怒りじゃなくてね、今はもうとにかくあんまり怒らんようにできるようになるよね。うーん、多分すごいね、今仏みたいになるよねそうそうそう悟り、ね、悟りを開く、すごいな、観音様みたいな、あ、ね、そうだ、そうですね、ありがとう、拝まない言語になるね、みんな拝まれるよ。なんかじゃあさ、そのセブンルールそういうのが並ぶの、うん、不平不満言わないとか、なんか宗教みたいなやつ、怒らない、ね、人に期待しないとかね、うん、あ、人に期待しなければ怒ることもない、うん、ないやん結局、ね、あ、やっぱりみたいな思ってるだけの感じなんかまあ一緒に仕事しててそうなんだけど、うん、あのなんかね、私はね、その変えたくなるわけ、あのその人に期待しなかったり、うん、もうその怒りを抑えたりとかしたら、うん、その現状変わらんや、うん、でもそれ私変えないとこのままじゃ嫌と思うわけ、うんうん、で変えるとなると行動を起こすやろ、うん、意見も言うやろ、うん、怒りもぶちまけるやろ、うん、そこがあの違う。あ、でも変えるよ、下からずっと動いて変えるから私はだから怒らない、ぶつけないで変える、変える技を持ってる、作詞みたいな、作詞ね、うん、私は作詞なんですいやでも本当この頃ね、うん、本当に人をあんまり嫌いにならない人なんだけど、うん、あったね、めっちゃ嫌いな人ができて、びっくりしたもん私も、うん、もういやとにかく面白かった、なんか気持ちが悪いんですよ、うん、その、うん、ね、だから人から物をあんまりもらわないっていうのも自分の主義の一つなんですけど、うんうんうん、なんか物を与えて与える人っているじゃないですか、うん、そう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 、機嫌を取ってね、あ、はいはい、で、いや、なんかしてもら、なんかしてね、うん、あ、これお礼ですってもらう分はいいんですよ、うん、でも何もしてないのに人から物もらいたくないっていう感じなんですよ、うん、で、そしたらさ、もらったらさ、あの、やったろっていうふうに思う人っているじゃない、物でね、結局その、見返りを求めるっていうか、求めてないんだけど、うん、そんなのが嫌で、うん、そういう人がいるんですよ。ただね、その人がこれをあげるって言った時に断れないの、うん、私たちは断れないし、それをいただくことがその人にとっての満足感につながるでしょう、ね、だからそこで頑張っていただくんだけど、頑張ってね頑張っていただくんだけど、頑張らないけのやなんかね、あのそこはきっぱりと線引いてる、あ、もう線引ける、線引ける、そう、いやもう本当にもう続けない方がいいって思うぐらい、うんうん、もう断った方がいい、次ぐらいからはっていうぐらいにしないと、うん、こんないつもやっとうやんって、だけんこれ無理聞いていいやんって言いそうな感じ、それが怖い、それその人に問題があるじゃん、まあ、そうやけど、大体そうやけどね、大体そうやけど、なんか久々にそういうなんかこう嫌な気持ちに私は今なってるんですけど、でも珍しいというよ、珍しい、初めて聞きました、うん、でも忘れるけどね、すぐに、うん、でもまた来るんですよ、また来てまた光を蘇ってくるんや、またブワーってそう、だからその時はね、私たちの方が寛大じゃないと思った寛大ではない
こは寛大とは言わない線引かなくちゃいけないところは引かないといけないなっていう今日この頃でございます。ちょっとすごいのまだみんなセブンルール続けていきたいと思いますので、はい、今日、ね、今日はめしべとキムチだけのセブンルールみたいになったので、重いね、ヘビーやった ね来週はだんだん と仲良くするでいいじゃん。はい、はい、ということでございます。そろそろお別れの時間となりました。そうです、すいませんね、今日もまた止めどない話ですごく過ぎておりますのでそうなんや、はい、じゃあ、うん、もしなんかね、皆さんのルールとかあれば、はい、まあ、私たちに対するご意見などございましたらぜひメールをくださいね。アドレスはbeans おばさん beansoba 小文字です、数字の3 @gmail.com です。ではでは、来週もご来店お待ちしております。ありがとうございました。おやすみなさい。早いか。そうやね、いやいや、おばちゃんとちゃうもんね。